秋篠宮文仁親王立皇嗣の礼、または立皇嗣礼は、第126代天皇徳仁が、秋篠宮文仁親王の立皇嗣を、国の内外に宣明した一連の国事行為で、皇室儀礼。従来は、皇嗣が皇太子であったため、立太子の礼が行われてきた。しかし、徳仁には、男子が不在であったため実弟の文仁親王が皇嗣となった。この際、文仁親王にスメラ不等等との称号が定められなかったため、儀式の名称が立皇嗣の礼となった。天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づいて2019年4月30日付で第125代天皇昭仁が退位し、同年5月1日をもって、第126代天皇徳仁が即位したことに伴い、秋篠宮文仁親王が皇嗣となった。立皇嗣を国内外に宣明する立皇嗣の礼は、即位礼正殿の儀から半年後の2020年4月19日に、皇居宮殿、正殿松の間などで行われる方向で調整が進められていたが、同年4月10日の内閣官房長官、菅義偉による記者会見において、世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス感染拡大の影響から緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ延期する方向で調整を進めていることが明らかにされた。日本国憲法及び現皇室典範の下での継宮昭仁親王、浩宮徳仁親王は大日本帝国憲法及び旧皇室典範の下での明宮義仁親王、道宮博仁親王を含めても、これら4人の親王のうち民宮、義仁親王を除く3人はいずれも、皇太子として立太子の礼が行われた。立皇嗣の礼は退位の礼と同様、憲政史上初めて行われる皇室儀礼となる。皇位継承に関わる儀式を円滑に実施するため、宮内庁は大礼委員会を設けた。内閣は2020年10月8日、天皇陛下のご退位及び皇太子殿下のご即位に伴う式典委員会の第11回を総理大臣官邸で開き、立皇嗣の礼を同年11月8日に開催すると決定した。天皇徳仁、皇后、雅子、皇嗣秋篠宮文仁親王、皇嗣文仁親王妃、紀子、菅首相を除き、参列者にはマスク着用を求め、アルコールによる手指の消毒、会場の換気を良くするなど、感染防止を徹底。参列者の人数を当初予定していた300人から50人ほどに大幅に絞り込むことを決定した。また、皇嗣・皇嗣妃が品格と食事を共にする祝宴、宮中共宴の儀は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止することになった。2020年11月8日、国の行事として、午前11時から約15分間、文仁親王が皇嗣になったことを国内外に宣明する、立皇嗣宣明の儀を、午後4時から約30分間、文仁親王が天皇皇后に挨拶する、朝見の儀を、共に、皇居、正殿松の間で行った。またこれらに関連した、皇室行事として、立皇嗣宣明の儀の直後の同日11時25分から、皇居、法皇の間で、天皇から皇嗣に、皇嗣の証の壺切り5件が親授される、皇嗣に、壺切り5件親授が行われたほか、午後0時半から、宮中三殿において、秋篠宮文仁親王が皇嗣となって、初めて昇殿する、顕彰皇霊殿神殿に謁するの儀が行われ、皇嗣妃と共に昇殿した。皇嗣秋篠宮文仁親王と、同妃紀子は、皇居での儀式、行事を終えると、仙洞仮御所を訪問し、上皇昭仁上皇后、美智子夫妻に挨拶し、赤坂御用地内の住居である秋篠宮邸に戻った。秋篠宮文仁親王が、皇位継承順位1位の皇嗣になったことを、国内外に示す、立皇嗣の礼への挙行を、皇室の戸籍にあたる、皇統譜に登録する手続きが2020年11月24日、宮内庁所領部で行われた。皇統譜には、天皇、皇后について記した大統譜と、その他皇族の皇族譜がある。秋篠宮文仁親王の身分に関する事柄は、上皇明仁に属する皇族譜に記載され、令和2年11月8日立皇嗣宣明の儀を、行譜などと書かれたページに、西村康彦宮内庁長官と、酒井隆之所領部長が毛筆で署名した。立皇嗣宣明の儀本日ここに、立皇嗣宣明の儀を行い、皇室典範の定めるところにより、文仁親王が皇嗣であることを広く内外に宣明します。立皇嗣宣明の儀を挙げていただき、誠に恐れ多いことでございます。皇嗣としての責務に深く思いをいたし、務めを果たして参りたく存じます。内閣総理大臣、菅義偉によるよごとを謹んで申し上げます。天皇陛下には、本日ここに立皇嗣宣明の儀を挙行され、文仁親王殿下が皇嗣であることを内外に宣明されました。一同心からお祝い申し上げます。皇嗣殿下は、妃殿下と共に天皇皇后両陛下や上皇上皇后両陛下をお支えになられ、被災地ご訪問や国際親善をはじめ、皇室のご活動に真摯に取り組まれてこられました。国民は、こうしたご活動を通じて、両殿下が人々に親しく接せられるお姿に、敬愛の念を抱いており、こうして立皇嗣の礼が挙行されますことは、こぞって喜びとするところであります。ここに、改めて皇室の一層のご繁栄をお祈り申し上げます。朝見の儀本日は、立皇嗣宣明の儀を挙げていただき、誠に恐れ入りました。皇嗣としての務めを果たすべく、これからも力を尽くして参りたく存じます。ここに、謹んでご礼申し上げます。本日、立皇嗣宣明の儀が行われたことを、誠に喜ばしく思います。これまでに培ってきたものを十分に活かし、国民の期待に応え、皇嗣としての務めを立派に果たしていかれるよう願っています。本日、立皇嗣宣明の儀を挙げていただきましたことを誠にありがたく存じます。ここに、謹んでご礼申し上げます。この度のご儀が滞りなく行われましたことを喜ばしく思います。どうぞ、これからもお健やかにお務めを果たされますように。立皇嗣の令和20年4月19日に19年のGW は10連休。日本経済新聞。https://rnikkei.com アーティクル。ジャックスムズ36403670 S8A011C1MM00002019 年4月2日。閲覧。秋篠宮さまの立皇嗣の礼延期で調整。開催時期は未定。読売新聞オンライン。2020年4月10日閲覧。大礼委員会。宮内庁。2019年4月2日閲覧。令和2年10月8日、天皇陛下のご退位及び、皇太子殿下のご即位に伴う、式典委員会。首相官邸。2020年11月9日閲覧。2020年10月9日、中日新聞朝刊27面 AB 立皇嗣の礼関係行事等について、宮内庁、令和2年1月29日立皇嗣の礼守り刀、坪切御見親授も、陛下から、秋篠宮さまへ、産経新聞2020年11月8日、顕著皇霊殿神殿に謁するの儀で賢所に、向かわれる秋篠宮さま時事通信2020年11月8日、立皇嗣の礼、皇統譜に登録。時事通信社。2020年11月27日閲覧。令和2年11月8日立皇嗣宣明の儀。首相官邸。2020年11月27日閲覧。ありがとうございます。